あかつきハイボールクラブへようこそ。今回はあかつきとモッサン。どうも、あかつきです。今日はですね、わざわざ大阪から大阪からやって大物 YouTuber さんがですね、まあ、このためだけじゃないんですけど大物でもないけどね、富山にね、はい、ご来店いただきましたモッサンハイボールクラブのモッサンです。ありがとうございます。お招きいただきましてね、ほんと、遠いところありがとうございます。打倒暁を目指してこう富山までやってまいりました。いや、何をおっしゃいますよな。はい、一応ね、ライブ配信をね、事前にさせていただいたんですけど、長尺動画もね1本撮らせていただくということで、今回は、モッサンをね、富山に招きましたので、ちょっとね、私なりに、モッサンに捧げるウイスキーを捧げるウイスキーご用意してきました。捧げるウイスキ ー、なんすかこう、はい、ラブロマンスでも始まるの。いやなんて言うの。アドリブに弱いよ、ね、弱いで、何のウイスキーを、ご用意したかというとですね、まあ、なかなか今市場では、買えない買いにくいウイスキー、スコッチウイスキーなんですけど、それを本当につい最近、まあ、ちょっと視聴者さんのね、ご好意もありまして買わせていただくことができたんですよ、うん、すごいのが来そう、はいはい、でモッサンよく言うじゃないですか、ひよるなと。お、ひよるな、そうですね、はいはい、なので、今回はその2本をね、お、すごい、ひよるレベルの2本、私の中ではすごい、はい、日和レベルの2本だと思うので、日和レベルやで、はい、そちら期待してもいいかもしれへんね、はい、ご紹介していきたいと思います、はい、そのウイスキーがですね、こちらスプリングバンクなんですけど、スプリングバンクね、10年、そしてさらにですね、え、まだあんの、え、おー、すごい、スプリングバンク12年ですね。わー、はい、こちらの2本もちろん海鮮はしておりませんので、これ12年はあれよね、あのなんかちょっとあの特別なやつですよね。そうですね、12年に関しては、年一とかそのぐらいの単位で頻繁に出るわけではなくて、まあ、バッジが決まってるっていうタイプなんですけど、これ2024年のバッジで、バーボンダルが 70%、 シェリーダルが 30% 使ったものだと思っております、はい、ちなみにスプリングバンクって飲まれます？はい、飲んだことあるんですけど、うん、僕ね、キャンベルタウンモルトの良さがいまいち分かんなくて、うん、まあ、私も実際ほとんど買えないですし、うん、まあ、バーに行って、まあ、あったらスプリングバンクとか飲みます、うん、でも実際結構ミーハーなんですけど、スコッチウイスキーの蒸留所で何が一番好きって聞かれると、まあ、一番は難しいんですけど、まあ、ほぼ上位にスプリングバンク、個人的には大好きな蒸留所ですね。だからその中で僕はやっぱりこのスプリングバンクに関しては結構ね、なんか分からない部分が多くて、だから逆に言うとそれを今回その体験させていただけるっていうのは僕の中でも非常にありがたい企画だなと思っております。はいはい、そしたら早速ね、スプリングバンクストレートから一緒に飲んでいきましょう。赤月とウイスキー。ウイスキーはフィギュアじゃねえんだよ。新しいボトルを開けるときひよってるやついねえよな。どんなボトルも等しく愛おしく、いざ抜栓。すべてのウイスキーラバーズに捧ぐこの音を聞いてくれ、せーの。ずれた。もう一回いきましょう、はい、むずい、はい、じゃあまず10年からね、はい、飲んでいきたいと思いますので、ちょっと12年は一度下げておいて、はい、ストレート飲みましょう。まずはこちらから、はい、マジでこんないいウイスキーをちょっとこぼしましたけど、大丈夫ですか？緊張してるんで。緊張してるんですか？これはスプリングバンクを開けたから緊張してるのか、僕が来たから緊張してるのか。いや、あなたがいるから緊張してる。あ、そうなんですか？はい、らしいですよ皆さん。あかつきとウイスキーさんにスプリングバンク10年の魅力を教えてもらうために、トゥースイート。いただきます。香りからね。あ、どうですか、こうなんかね、あのすごいまずモルティーさが強いですよね。ムギムギしい感じが強いのと、ちょっとこう個人的にはスプリングバンク10年って少しワックスっぽいような若干のニュアンス、少しなんかそういう感じもあるんですけど、まあ、香りがやっぱ強いですね。で、まあ、バーボンダルの甘さとかそういうのが比較的しっかり出てるというか、うん、まあ、飲むとねもっといいので早速いただきたいと思います。お、個人的には麦感、うん、強めに拾うんですけど、なんか飲んだ時の香りが、はい、やっぱりこう普通の、
一般的な、まあ銘柄のスコッチ以上にブワッと口の中に広がるのが、うん、まあ、やっぱりそのモルトの香水と言われるゆえんなのかなとは思うんですけど、はいはいはい、自分結構4年ぐらい前に初めて、うん、まあ、県外行った時にスプリングバンク見つけて、まあ、当時6000円ぐらいだったんですけど、はい、まあ、実際本当に結構期待感満載で飲んだら本当に美味しかったんですよね。その最初に飲んだ時の衝撃っていうのが、うん、あ、確かに香水だなっていう風な感じがあったので、やっぱりね、この今のバッジ、現行のバッジも美味しいですね。僕は香り立ちはフルーティーも拾いながら、そうですね、フルーティーもね、逆に言うとちょっと溶剤感も拾うんですよね。そうですね、うん、それがちょっとなんていうか、こうさっきのワックスとかそういう化粧品とかじゃないですけど、若干そういうようなニュアンスも、拾う感じはありますね。それちょっと好みがあるかもしれないですけど、そうですよね、モルティーさとフルーティー感、うん、このあたりに関してはだから非常によくできたウイスキーかなとは思うんですけど、ただやっぱり僕の中ですごくあの、うん、なんかいまいちその腑に落ちないのは、はいはい、やっぱりそのなんていうんですか、こうやっぱり現在のプレネとか、あ、まあそうですね、だからあの山崎とか白州、国産ウイスキーだとその辺にも通じるところがあるんですけど、うん、プレネを出して買う価値はあるのか問題っていうのがあって、そうですね、まあそもそも売ってないですしね、売ってないし、ね、アマゾンとかでだいたいね3万円とかそのぐらいとかね、うん、してますからね、うん、なかなかまあ私も買えないですし、うん、まあ、こういうウイスキーってまあ所有したい方もねもちろんいらっしゃると思うんですけど、うん、まあバーで行ってね、バーに行って、楽しむウイスキーかなっていうふうには完全に私も割り切ってるので、あ、なるほどね、そうそうそう、割り切りも大事ってことですね、うん、まあ、スプリングバンク10年だけじゃなくてね、うん、年に1回ローカルバーレとかそういった、うん、限定のものも出てるんですけど、はい、まあ、それもやっぱりすごく私はね美味しいし好きなんで、ましてやスプリングバンク18年とかね、になるともう買えるレベルじゃないじゃないですか、うんうん、あの売ってないしね、売ってない結局究極そこなんやね、そう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 、はい、だから私もプレネまでを出して買うものでは全然ないかなとは全然思ってるけど、うん、まあ、やっぱりだからといってウイスキーの味が変わるわけじゃないじゃないですか、はいはいはい、美味しいウイスキーは美味しいし、うん、手に入りにくいっていうだけなんで、うん、まあ、そこでこう手に入らないから、残念でもういいやってならなくても、まあ、飲めるとこは全然あるんでね、うんうん、そういうのはやっぱりいろいろ楽しめるところで楽しむべきかなと思います。なるほどですね、はいはい、やっぱりでも美味しいですね、うん、若干開けたてなんでちょっと硬いというか、うん、アルコールの感じはしっかりありますけど、やっぱり、うん、美味しいですね。あの今のをシンプルに解説すると、あのバー飲みがおすすめってことですよね。そうですね、まあ、それが一番現実的だし、うん、あのあるところには普通にあるので、うん、はい、それが一番いいんじゃないかなと思いますね。なるほどですね、はい、でも実際にやっぱりね、こう貴重なキャンベルタウンモルト、うん、でその深淵に迫っていくにはやっぱりこのカスクストレングスの12年、そうなんです、これ12年 ね、カスクストレングスなんですよね。でさっきも言ったように、シェリー樽の原酒が、結構使われているということで、でもこれ、出るバッジごとに使ってる樽変わったりもするので、はい、それも面白いんですよ。だからファンの方はこの12年をこう出るたびにね買い集めてこうコレクションするっていうのも、結構楽しみの一つなんですけど、今回には 57.2 度、そうです 57.2%、 結構これが46ってことを考えたら高いですよね。高いです、高いです、めちゃめちゃ ね本当にカスクストレングス、まあ、あの樽出しの原酒ということなので、うん、めちゃめちゃ楽しみですけど、はい、じゃあ、はい、続いてこれいただきましょうか、はい、はい、これはね私も今までスプリングバンクは10年しか自分で買ったことがなかったので、まあ、今回本当にありがたいことに買わせて、めっちゃこぼれるし、またこぼしたよ10年に続いてこぼしたよあの大丈夫ですかこれ、やばい、めっちゃラベルに垂れてめっちゃこぼしたよ、まあ、香りからちょっと10年との違いも少し感じていただいて、ね、まずはちょっと、おー、あ、全然違いますね、すごい、やっぱシェリーの感じしっかり全然違うあるけど、そんなにいやらしい感じもないですね、シェリーすごい、うん、なんかシェリーがあのなんかほら主張しすぎてる感じのウイスキーともまた違うかなとは思いますね、うん、ある程度こう樽感も感じますね、うん、いただきましょうか、いただきます、はい、いただきやすあ、俺好き、うん、これ好き、濃厚、思った以上にシェリー強いね、これうまね、めちゃくちゃ美味しいですよこれ、濃厚っすね、僕はなんかバーボンバレル感かなと思ったけど、いざ口に含んでみると、うん、結構しっかりシェリー感を広げありますね、うん、で味わいもなんかこう蜜っぽい甘さと、うん、
あんまりこうピートの感じはねそんなに拾わないですけど、むしろ僕はシェリー感下支えの甘さが主体って感じで、うん、やっぱりそのドライフルーツ的なあのそのなんていうかな酸味のある甘さを下支えにしながら、うん、その上にしっかりとしたどっしりとした甘さ、うんうん、まあ、カスクストレングス由来のそのやっぱ力強い味わいっていうのが感じられるかなと思いますけど、そうですね、で10年に感じたこうちょっとなんていうんですかね、そのワックスっぽい感じとか、はい、そういうのもちゃんとバンクの、うん、あのニュアンスは12年にもしっかり感じて、やっぱりうまいですねこれ。ちょっとびっくりした。個人的にはこっちの方がいいかな。なんか度数の高さを感じさせない、うん、あの濃い太い味わいがあることで、逆に言うと粗さがそれによってちょっとしっかりと、うん、あの消されてる部分もあるので、刺激あんまり感じないですよね、うん、57.2% とは思えないぐらいストレートでもしっかり飲めてしまう。あ、これはいいですね。これちょっと加水してみましょうか、はい、そうしましょう、はい、じゃあちょっと、水をね、少しだけ入れて、度数も高いので加水してどのぐらい変化があるかっていうのを見ていきましょう。ちょっと雑に入れてすみません。このぐらいにしましょう。暁スタイル、こぼすのが暁スタイルだな。暁スタイル、暁スタイルこぼすんですよ、はい、皆さん、はい、大事ですよ、ね、ちょっとかかんしていただいてね、はいはい、そうですね、こう、スワリングしていただいて、はい、おー、ちょっと華やかなフルーティーさが、そうですね、僕なんか僕結構そのドライフルーツですね、うん、いや、うまいわ、うまいですね、残念ながらうまい、うまいですよね、加水してもいいですねこれ、うん、香りの広がり一気に変わりますね。でも俺多分これロックがうまいと思う。ロックで。ロックがうまいと思う。多分ね、冷やしたら、うん、多分むちゃくちゃ良くなるんだろうな。せっかくなら。レッツロック。暁とウイスキー。いただきます。いただきます。これはもう約束された味や。めっちゃいい香りするもん。で僕思うんですけど、あのロックってあの冷やすとちょっと香りって落ち着いちゃうと思うんですけど、結構しっかり立ちますよね。うまもう飲んじゃった先に。シンプルやな、シンプルやな。いやこれね、ちょっと10年ってやっぱ全然、もちろんカスクストレングスもあるしシェリータルの味わいも強く出てるし、ちょっと別格に美味しいですねこれ。方向性が違いますよね。全然違いますね、うん、こっちはやっぱりバーボンダルというかね、うん、10年はバーボンダルの甘さがしっかりいってるし、フルーティーさもありますけど、こっちはどちらかというとこうねっとりっていう感じです、ね、うん、でやっぱ香り立ち、特にやっぱ冷やすと香りってへたりやすいことを考えると、うん、すごくそのやっぱりしっかりと骨太な感じが出てるかなっていう、はい、でもともとやっぱりそのね、あのハイプルーフっていうことも考えるとやっぱり溶け出しの遅さがあるから、僕は個人的にロックが酒質としてはかなり優秀かなと思うんですけど、うん、はい、まだ飲んでないですよね、はい、はい、思うんですけどこの時点で、ね、はい、あのいただきます、はい、お願いします。いやちょっと溶け出しを楽しんでたんでしょ、知ってました、いきなり飲んじゃダメなんですよ、しかもこんなロックグラスで普段飲んでるんですよ。いやいやいや、うちのスタジオのあのね、あの業務用のロックグラスとはえらい違いやでっていう。そんなことないですけど。いやでもこれいいですね、うん、あの本当この上質感とこれいい、うん、で個人的にやっぱり僕はね、やっぱりロックが非常に、そうですね、皆さんストレートも美味しかったけど、うん、ロックにしてもこうネガティブな感じ、シェリーのネガティブな感じもないし、ないないこう濃厚な甘さとかねっとり感もしっかりあるし、ね、ぜひロックとかでも試しても全然美味しいです ね、 ね、これ絶対ロックおすすめですよ。で僕やっぱそのスプリングバンクっていうブランドの良さが全然分かんなかったんで、うん、今回なんか勉強させてもらってむちゃくちゃありがたかった。いやいやそんな恐れ多いんですけど、僕やっぱ10年ってなんかね、うん、ピンとこないんですよ、うん、だからなんか10年って悪くないんですけど、うん、10年ね、うん、飲むじゃないですか、うん、なんか悪くもないけどむちゃくちゃ感動するってほどでもないんですよ。まあ多分もともとのその希少価値とかの期待値もあると思うんですよね。うん、そう、うん、た時になんかからすると僕でもこの12年はあなんか結構超えてきましたね、うん、かなり、ていうか生きてるって感じ。生きてる、これはでも美味しい、うんうん、
こういうの作れるんやっていう、はい、でもめっちゃロックいい、あのどんどん飲み進めるごとに良くなると、ね、甘さがしっかり引き立ってきた、うん、味わいも崩れないし、これはねマジで美味しいですね。でちなみにこのスプリングバンク10年は、うん、本当に希望小売価格というかね、ちゃんと金額で買うと大体9000円から1万円ぐらいの金額で、はい、買えます、はい、まあ、本当4年前とかはさっき言ったように6000円ぐらいで買えましたけど、ね、まあ、多少やっぱりね、うん、あの高騰はしてますけど、うん、そしてこの12年は、希望小売価格で大体1万3000円とか、うん、そのぐらいの金額なので、まあ、そういうところでね買える機会あればめちゃくちゃコスパがいいというか、いいっすよ、ね、めちゃくちゃ美味しいですよね、うん、でね、もうさ、うん、10年ちょっとうーんっていう話もあったじゃないですか、うん、で最後にもう一個だけ、私ねスプリングバンク最初に一番最初に自分で買った時に、うん、いろんな飲み方試してたんですよ、はい、でハイボールも試したし、はい、まあ、ロックも、まあ、10年に関してですけどね、はい、で一つね私が好きなのが濃いめの水割り、濃いめの水割りスプリングバンク10年のマニアック、そうですね、これがそのスプリングバンク その出世の濃さとか、あの太さみたいなものがしっかりとこう濃厚に感じれるので、最後それだけちょっとモッサンに試してほしいなと思うので、水割りの発想いいですね、濃いめの水割りですよ、皆さん、そうですね、それをね最後に一緒に飲もうかなと思いますので、よろしくいただきます。水割り飲みたいと思います。暁とウイスキースプリングバンク10年の水割りをぜひね、トゥースイートで、はい、いただきます。お、しっかり甘い香り、ね、するでしょ、上がってきますね。あのストレートの時にあった溶剤効が消えて、うん、結構あのしっかりとそのフルーティー感だけが残ってるイメージ、ね、なんかストレートだと、まあ、アルコール感とかも多少ね、感じましたけど、これ実際こうちゃんとスプリングバンクの味わいをこう解剖してこう咀嚼しながら飲んでるみたいな感じがあって、すごくね美味しいです、ね、あ、確かに。でも水割りはおっしゃるような感じで、うん、もうちょっと濃いめでもよかったかもしれないですけどね。まだ濃いめでもいい、うん、いいかもフロートしますけど、しましょうか、フロートしましょうか、フロートしたらより違う。でもすごいですね、なんか僕思ってた以上にあのなんかポテンシャルをうまいこと引き出してます、ね、いや水割りね本当に僕結構試したんですよ、いろいろバンクせっかく変えたんで、あー、うん、めっちゃ折れた。やっぱこぼすのは暁流ですよね。暁さんはあの普段スタイリッシュにやってるけど、俺とやったらめっちゃこぼすからなって実はめっちゃこぼしてるぞっていう、まあ実際こんな感じの人間なんで、はい、いやいやもうありがたいですねこう、あ、しっかり香り立つ、あ、美味しい。なんかね、あの溶剤臭さっていうのが僕の中でちょっとねスプリングバンクって嫌な感じがあったんですけど、うん、水割りにすることですごいフルーティーさが強調されて、ね、めちゃくちゃ勉強になるな今日、うん、味を結構拾いやすいというか、あの落ち着いてこう、あ、こんな味わいなんだっていうのがいいかなっていうの、これがねハイボールになっちゃうと結構炭酸がシュワーっとなっちゃって、うん、あんまりこうよく分かんないままこう喉越しで飲んじゃう感じなんですけど、水割りはね本当に僕はいいかなと思います、うん、そのソーダになるとどうしてもそのソーダとのウォッシュ感の相性とかもあるから、うん、逆に言うと水割りが最適解なのかもしれんなと思ったりするな。これぜひあのまた動画でやる機会があったらやってみてください。あえて言おう、こいつは極上だぜ。はい、ということで、今回はですね大阪からモッサンハイボールクラブのモッサンを、富山に招きまして、招いたわけじゃないけどね、たまたま富山に来られる、タイミングだったので、わざわざ、こちらの方に来ていただきましたが、いかがだったでしょうかスプリングバンクいやもうねっていうか本当に抜粋してよかったの。いや全然全然、私はあのガンガン飲むタイプなのと、まあ、実はですね、まあ、モッサン来られるタイミング、いいタイミングだなと思ったから、はい、今回この2本ね開けさせてもらったんですけど、実はですね今週末の YouTube ライブ配信でですね、うん、プレゼント企画を始めていこうかなと、うん、まあ、今までもやってたんですけど久々にプレゼント企画やろうかなと思ってるんですけど、せっかくね開けるタイミングがありましたので、今回このスプリングバンク10年と、好評だった12年も含めて、プレゼントで、何名かの方にね、こちら、うん、プレゼントしたいと思いますので、じゃあ動画見ながら楽しめる。そうですね、はい、動画も見ていただいて、ライブ配信でもこれが当たるかもしれない、まあ、もちろんねあのこれ以外のウイスキーも、まあ、30ミリとか50ミリだけじゃなくてフルボトルも用意してる。すごい、はい、
でですよ、一つね、はい、せっかく来ていただいて、はい、大変ね恐縮なことは承知なんですけど、はい、このプレゼント企画に、はい、モスタンハイボールクラブさんからも、はい、何か供出していただけないかなと思って何なんこの供出みたいな俺罠にはめられてないっていうね、はい、でもじゃあね、このじゃあ当たった方にね、はい、ちょっとコースターにサインでも入れていいですか、はい、マジですか、はい、とね、またちょっと僕の方からもマル秘の、マジですか、はい、本当にいいじゃないですか、本当にいいの、うん、やったこれはでもなんか届いた人へのサプライズでいいんじゃないですか、そうです、でもまあモッサンからっていう枠で、はい、またそれも使わせていただけたら、はい、その辺は抽選も、はい、盛り上がると思うので、はい、ご自由にって感じです、はい、皆さんもらいました協賛で協賛していただきましたので、はい、わかんないけどコースターとかね、そういったものも含めて、ちょっとマルヒウイスキーとかも、いただけるかもしれないので、はいでね、はい、よろしくお願いします、はい、本当にわざわざね来ていただいたのにもかかわらず動画も撮らせていただいて、なおかつプレゼントまでなんならライブ配信もみたいなところ、そうですね、ライブ配信も来ていただいて、ね、本当にありがとうございます、はい、なので皆さん赤月おいしきをこれからもよろしくお願いいたしますって、なんか選挙の応援みたいな感じになってるね俺ね、一応ですね年内1万人をね目指して、やっておりますので、1万人をいった暁にはですね、暁には、はい、暁にはモッサンハイボールクラブさん、ハイボールクラブ1でザワンでザワンでね、はい、オフ会もさせていただきたいなと思ってますので、はい、概要欄にねモッサンのチャンネルリンクも貼っておきます、ぜひねモッサンのチャンネルも見てみてください、はい、よろしくお願いします、それでは次回の動画でまたお会いしましょう、本日特別スペシャルゲストモッサンでした、ありがとうございました、ありがとうございました、バイバイ。